藤波五一、以下先鉄小蔵州より滝玄県滝本県。安政四年二月十三日は、江戸時代末期の幕府遺憾。意味名は,県郷は、元圏、は、和、は、通称は、安宿。幕府医学館交渉派を代表する、官方医。子に、同じく幕府医官の滝源園がいる。江戸時代後期、医学館総裁を務めた滝家の文家、矢野倉滝家の初代。 医学館総裁多機玄関の第五子として生まれる。はじめ、町医者として、市中で開業していたが、天保6年12月16日、幕府に召し出されて、一家を起こし、奥詰め医師に任命される。翌7年11月19日に、奥医師に任命され、同年12月16日に方言に除せられる。同十一年十二月十六日、法院に昇進し、 学神院と称した。後に、将軍、徳川家吉の死後、新徳院の誠と、マの類似からこれを避け、学習院と解消した。その後没するまで、家成、家吉、家貞の三代に仕えた。交渉派の学風は、古典医学書の収集、復元に努めるもので、その成果は、中国のそれを凌駕すると言われる。元県自身も、 召喚論述儀をはじめとする多くの遺書を表したほか、原博さん、佐藤元長、加茂重賞などの門弟多数を教育した。幕末から明治初期にかけての遺師には、滝学主任の門人と称するものが極めて多い。森外の市伝、渋江中在、伊沢蘭県にも、元県が登場する。ありがとうございます。